浦安の花火が一番好きです。浦安フェスティバルが好きです。アサリのつくだ煮が好きです。こちら浦安情報局こちうらの時間です。さて後藤さん、はい、今から25年前の1995年1月17日何があったか分かりますか？はい、確か阪神淡路大震災のあった日ですよね。そうです。午前5時46分淡路島北端を震源とする兵庫県南部地震が発生し、未曾有の被害をもたらしました。この震災で学生を中心とした多くの一般市民の方々がボランティア活動に参加し活発化したことから、日本のボランティア元年と言われているんです。これをきっかけにボランティア活動への認識を深め、災害への備えを強化していこうと制定されたのが1月17日の防災とボランティアの日、そして1月15日から1月21日までが防災とボランティア週間なんです。浦安市では東日本大震災の時に多くのボランティアが活動してくれてすごく助かりました。そして常設の災害ボランティアセンターも発足し、非常時に備えています。地震はいつ来るか分かりませんから、日頃から備えをしておかないといけないですね。はい、そうですね。この機会に改めて防災意識を高めるようにしましょう。それではまずはあんなことこんなことパート1です。12月25日には市役所で税についての作文の表彰式。この作文は中学生を対象にした作文で、租税教育の一環として税の必要性や役割を正しく理解し、意識をより深めることを目的に行っています。毎年開催しているこの表彰式、今年は1130点の中から3人の生徒が受賞しました。表彰を受けた3人は自分の作品を朗読。市長賞は社会保障制度について書いた高須中学校3年生宮永寛太さんの作品。教育長賞は消費税を払っていることを誇りに思う気持ちを作文にした明美中学校3年生阿部由紀人さん。浦安市納税貯蓄組合連合会長賞は税金の使い方について書いた日の出中学校3年生の久保玲奈さんの作品でした。受賞者の皆さん、おめでとうございます。12月26日には青少年館で書道教室。書き初めの練習をしながら書道の基本を学んでもらおうと行われました。参加したのは小学校3年生から6年生の14人。まずは練習です。お手本にするのは学校でもらった書き初め用のもの。夢の実現や平和な国などを書きました。上手に書くポイントとして、文字を中心に書くこと、バランスを考えることなどを教わり練習です。そして払いや止め、参加した子どもたちはポイントを意識して書いていました。練習したら本番。およそ2時間の教室でしたが、みんな集中していました。参加したみんなは書き初めを上手に書いたことでしょう。ところで後藤さんは海苔を食べますよね。はい、もちろん食べますよ。どのようにして食べるのが好きですか？ラーメンにのせたり、料理にやっぱ散らして、ちぎって散らしたりすることが多いですね。いいですね。海苔って本当にいろいろな食べ方がありますよね。皆さんどのようにして海苔を食べているんでしょうかね。はい、私も気になりましたので街で聞いてみました。あー、なんかやっぱご飯にのせるのが好きですね。手巻き寿司しかしないですよね。餅に多くくるむんだよね。それが一番好きだな。おにぎりですね、やっぱり。おにぎり雑炊にちぎって入れる。
鉄火巻きの巻き物。でも私パスタ挟むの好き。嘘でしょ。あります、ナポリタンとかを挟む。やっぱり人それぞれで皆さん好きな食べ方があるんですね。本当にそうですね、はい。でも世界的に見ると今でこそ日本食ブームが起こっていろいろな国で海苔が食べられるようになりましたが、それまでは海苔を食べる習慣がある国はそれほど多くはなかったんです。そうなんですか。美味しいのにもったいない。そうなんです、もったいないんです、うん、何せ海苔は多くの栄養を含んでいますからね。確か美白効果のあるビタミン C や女性の宿敵便秘に効果的な食物繊維、疲労回復に役立つビタミン B1、B2、 貧血予防の鉄分、そしてイライラを解消してくれるカルシウムなどが豊富に入っているんですよね。その通りです。そんな海苔ですが、浦安で養殖が始まったのはいつ頃か分かりますか？確か意外と遅くて明治時代ぐらいだったような気がします。正解です、はい。浦安の海苔養殖は明治20年頃から始まり、技術の進歩と人々の努力により東京湾を代表する生産地となったんです。しかし次第に生活排水などで江戸川や海が汚れたり埋め立てが進んだりして海苔が育つ環境も変わり始めました。そして1971年には漁業権の全面放棄により浦安の海苔養殖は終わりを告げたのです。かつては浦安の目の前に広がる三番瀬に海苔を養殖するための支柱がたくさん立っていたんですよ。その支柱って今でも見ることができますよね。それは船橋や市川の海苔養殖のものなんですが、時期によって見ることができる風景なんです。確か海苔養殖は1年を通して準備されるんですよね。はい、まずは5月になると海苔の種をつける海苔網を直したり洗ったり養殖を始める準備をします。6月から7月にかけては海苔酢の材料になるヨシを買ったり海苔酢網、8月には支柱を作ります。当時は竹竿を買ってきて作ったそうです。9月から10月にかけ海に支柱を立て海苔柵を作ります。そして支柱に海苔網を取り付け種をつけていくんです。11月から3月にかけては海苔取りと海苔すき。海苔は冷たい水ほどよく育つと言いますよね。その当時は手で摘み取っていたため非常に過酷な作業の一つだったと言います。海苔すきは朝の2時頃に起きて始めていたと聞きました。そうなんです。飛行機包丁と呼ばれる道具で海苔を叩き、すいていく。上手な人は1時間におよそ300枚、1日に1000枚すいていたそうです。すいた海苔は裏を持って干して午前11時半には取り込んでいたそうです。海苔取りが終わる3月から4月にかけて後片付けをしてシーズンを終えるんです。なんか海苔の話題になると食べたくなりますよね。本当そうですよね、はい。今でこそ海苔はオールシーズン食べることができますが、もともと何といっても旬は冬なんです、うん。ちなみに1月31日から2月6日までは海苔ウィーク、2月6日は海苔の日なんですよ。海苔の日なんていうのもあるんですね。郷土博物館では3月8日まで浦安の海苔養殖展を開催しています。海苔の歴史、海苔の道具、海苔の一年、海苔の生態と4つのコーナーに分けて浦安の海苔について紹介しています。また関連事業として2月8日には海苔巻き作り、2月11日には海苔のプロと学ぶ海苔講座、2月15日には富岡公民館との共催事業として海苔すき体験と海苔巻き作りのイベントを行います。皆さんも浦安の海苔についてもっと詳しく学んでみませんか？企画展やイベントについての詳しい情報は郷土博物館までお問い合わせください。続いてはこれなんだ。今回はなんだろう。
さて続いては、今年はオリンピック・パラリンピックイヤーということで、パラリンピック競技の一つボッチャをご紹介したいと思います。今回は市民リポーターの野原愛ちゃんがボッチャに初チャレンジしてきましたよ。私は今東大島公民館に来ています。今回はボッチャに挑戦できるということで、早速行ってみたいと思います。愛ちゃんが向かったのは東大島公民館を中心に活動している浦安ボッチャ協会の練習会場。毎月第2土曜日の午後1時から4時30分まで公民館の体育館で練習しています。お邪魔した日は広報浦安で特集したボッチャの記事を見たと体験に訪れた方も楽しんでいました。ボッチャは的になるジャックボールと呼ばれる白い目標玉に赤と青それぞれのボール6球を投げたり転がしたりしていかに近づけるかを競うスポーツ。カーリングに似ていますが、的の位置は選手が決めることができるのが特徴の一つで、どのように攻めるか、どのように守るか、戦略も見どころのスポーツです。先行となる選手が的になるジャックボールを投げてスタートするボッチャはヨーロッパで生まれました。重度の脳性麻痺の方、もしくは同じ程度の四肢重度機能障害者のために考案されたスポーツです。そのため障害によりボールを投げることができない方はランプと呼ばれる購買部を使い、自分の意思を競技アシスタントに伝えてプレーします。競技アシスタントには厳しいルールがあり、後ろを向いてボールの行方を追うことや決められた場所から出てはいけない、コミュニケーションは選手からの指示だけなどがあるんです。愛ちゃんもこの競技アシスタントを体験したんですが、なかなか難しかったと話していました。パラリンピックなどの大会では障害の種類や程度によってクラス分けされ、クラスによって個人戦とチーム戦、個人戦とペア戦と種目も変わってきます。今回愛ちゃんがチャレンジするのに審判と解説をしていただいたのは千葉ボッチャ協会の宮坂会長。対戦相手は浦安ボッチャ協会に所属する森田さんです。先行は愛ちゃんでゲームスタートです。こういうところに合わせました。よし、いいと思います。ちょっと得意な距離になっちゃったから。2球目以降はジャックボールから遠い人が投げていきます。この場合はどこに投げるのがいいですか？ちょっとはい、縦から見ると、はい、これだけ離れても分かんないでしょ。でここ狙うと すごい邪魔じゃないですか。これだけ距離があればどこ置いてもいいわけです。距離さえ合わせればこれ全部近くなっちゃう。ちょっと強かったかな。でも当たったからよしとしましょう。お、いいかな、いいかな、おお、すごい。すごくいい感じだったけどね。惜しい。で、なくなりましたので、はい、青が何点入るか。あ、優しい。よし。この場合は2点ですね。赤青ともに6球ずつ投げ終わった時点で得点を計算します。これでざっくりですけども、得点はジャックボールに最も近いボールを投げた人だけに点数が入ります。この距離の中に点数は相手のジャックボールに一番近いボールよりもさらに近いボールの数だけ点数になります。ですか。じゃあ回収しましょうか、はいはい、この流れを第4エンドまで行い競い合います。第2エンドは森田さんが先行になります。
あ、わあ、ギリギリ出ない出ない森田さん、ジャックボールを得意の遠い場所へ持っていき有利にします。ちょうどいい。今度青と赤の間に、はい、それでも近くなったんですよ。あ、はい、うん、どうか。あ、うまいうまいうまい。あ、すごい。当てて中に入れるんですね。どうだ、うまい。あ、惜しい。あ、惜しい。あの赤に当てて押していきましょう。赤に当てて、はい。どうだ、あと、違う赤に当たっちゃった。あ、アウト。で、なくなりましたので青です、はい、さあ何点取られるか。どうだ、あ、取った。おお、すごい。この青も近いですね。はい、うん、で、うん、青2点テーブルです。すごい、はい、2エンド目も、第2エンドも森田さんが2点入りましたので、第3エンド巻き返したい愛ちゃんがジャックボールを投げます。愛ですね、よし。あ、いい感じ。まあまあまあ、焼け飛ばされるかもしれない。第3エンドは幸先のいいスタートを切りました。はい、カメラさん強く当ててこの場面を崩そうという、そういう形です。お、崩しきれなかった。よし。この青の距離ってこうですね。で、当たっても青に当たってもそんなに近づかない。こういうところとかこういうところ手前に置いといて、どっちでもいいです。置きやすい。で、それをちょん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 と押していけば。おお、あ、結果いいかもしれない。で、はい、このボールの方の内側を狙うように、この間のところに、うん、この間を狙って距離合わせる。ここに当たれば当たってまたこっち来る、はい、2点は取れそうな気がする。赤いボール狙って、ちょっと強かったか、ちょっと強かった、狙いすぎ。1点ですね。ギリギリこっちの方が遠い。そうですよね、はい、はい、赤1点、1点、はい、今1対4です。最後の、ったぞ。最後の、はい、勝ちました。ボール回収して最後のエンドいきましょう、はい、第3エンドは初球を見事な位置に投げた愛ちゃんが初得点、1点を取りました。あとどこ狙うか。最終エンドは森田さんが先行です。あ、少し近いところ。よし。優しいな。あ、いい感じ、いい感じ。よし。第4エンドは愛ちゃんの逆転勝利も見えてくる接戦になりました。あ、これはいいかな、うんうん、あ、すごい。うまく当たった。で、狙いは、はい、赤と白の間で、はい、赤と白の間、青に当たっても青よりも手前になるから。なるほど。一番近い青が遠くに行くから当たってもらえる、はい、ただしこれに当てると近づいちゃうんですね。まっすぐ。あ、いいかな。そう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 、惜しい。
左に。惜しい。はい。あの青がどいてくれたら最高なんだけどね。そうですね。青を狙って。どうだ。おいった。近くなった。やった。どうだ。あ、押してくれた。3点取れるといいんだけど、3点取るにはやっぱりこれがどこに間に行くしかないですね。おっと、すごい。さあ、これ微妙だよ。やった。微妙。慎重に。これここですね。はい。これ入ってるでしょ。はい。1、2、3。これが入ってるか。ボッチャの見どころの一つはミリ単位の勝負。ジャックボールとの距離を測るのにキャリパーと呼ばれるコンパスのような道具を使います。これですね。宮坂会長も慎重に距離を測っていました。ギリギリ。ほら、お、止まってる。っていうことは1、2、3、4、4点。なんと最終エンドで愛ちゃんの大逆転。この大逆転劇もボッチャの魅力です。逆転勝利しました。はい、やったー。はい、このぐらいね、微妙なのね、結構あるんですよ。そうなんですね。うん、すごくシビアな。はい、おめでとうございます。やった。森田さん優しかった。ありがとうございます。今回ボッチャ体験してみましたけど、ボッチャの魅力といえばどういったところでしょうか。あ、そうですね、あの今もちょっとね試合していただいたんですけども、はい、意外性があるっていうんですか、あの寄せてうまく投げれば一番いいんですけども、あ、失敗したなと思うボールが他のボールに当たってそれでこう近づいたり大逆転があったり、先ほどもそうでしたけども、そういう形でその意外性が楽しめる、うん、失敗したボールも生きちゃうっていうようなところも面白いな。だから最後の最後までその試合の結果がわからないっていうところに面白さがある。あとは誰でもできるスポーツ、それからすぐでしたね、練習してこれだけ試合ができちゃいましたから、そういう誰でも気軽にできるっていうのもボッチャの魅力かなと思います。はい、ボッチャはボールの大きさと重さの規定が決まっており、その範囲以内であれば転がりやすいボール、転がりにくいボールなどを使い分けるのも戦術の一つだそうです。とにかくボッチャを知ってもらいたい、見てもらいたいということです。浦安ボッチャ協会は東大島公民館で毎月第2土曜日に練習を行っています。時間は午後1時から4時30分。見学も体験も大歓迎ということです。興味を持った方はパラリンピックが始まる前に一度足を運んでみてはいかがですか。きっと競技の見方が変わりますよ。愛ちゃん、レポートを忘れて本気でチャレンジしてました ね。そうですね。でもボッチャってね、ついつい夢中になってしまうんですよ。競技を詳しく知ることによって、はい、オリンピック・パラリンピックをよりこう見応えのあるものにしていきたいですね。うん、そうですね。私たちは市内で発生している自転車盗難防止の啓発を中心に活動している浦安市学生防犯委員会 V5 です。浦安市で最も多い犯罪は自転車盗難。自転車盗難を防ぐにはどんな時でも26。鍵を複数施錠することで被害を防ぐことができます。自宅であっても油断せず必ず26。短い間でも自転車から離れるときは必ず26。自転車盗難を防ぐために26の徹底を。自転車盗難撲滅のためにご協力ください。12月26日には NTT コミュニケーションズシャイニングアーティスの GM や選手が市長を表敬訪問。ジャパンラグビートップリーグの開幕戦を控え、今シーズンの意気込みを伝えるために市役所を訪れました。
キャプテンの金翔慶選手をはじめ、日本代表の天泣レレイ真紀選手、湯崎博之選手、石井海選手、湯本敦史選手、池田勇気選手、斉藤健選手の7人です。キャプテンはより多くの人に試合会場に足を運んでもらい、浦安市民の方やファンの方にプレーを通して勇気や希望を与えられるような姿を見せたい、優勝に向かってチャレンジしていきたいと力強く話しました。今シーズンから昨年のワールドカップで優勝した南アフリカ代表選手やオーストラリア代表選手なども新加入し、日本ラグビー最高峰のリーグを戦っていきます。優勝を目指すシャイニングアクスに熱い声援をお願いします。1月5日には郷土博物館で新春獅子舞&鏡開き、毎年多くの人が集まるこの行事は浦安のお正月を再現したものです。かつて浦安ではお正月にお囃子と獅子舞が家々を回って歩く門付けが行われていました。この日も屋外展示場の家々をお囃子と獅子が回り厄払い、浦安林保存会による門付けです。そして厄を払ってもらったらお礼におひねりを獅子の口の中に入れる風習も再現しました。門付けの後は鏡開き、お正月にお供えした鏡餅を下げて、それをお雑煮やお汁粉にして食べます。浦安ではこの鏡開きをぶっくるみと言っていました。博物館ではお汁粉の振る舞い、皆さん美味しそうに食べていました。浦安の門付けとぶっくるみを再現したこの日、多くの人が郷土博物館を訪れ、縁起のいいひとときを過ごしていました。ここで浦安市からのお知らせです。4月からの市営自転車駐車場定期利用の申請期間が始まっています。申請方法はウェブまたは用紙で、ウェブの場合は浦安市営自転車駐車場公式サイトを検索していただき、定期利用のお申し込みから申請をお願いします。用紙での申請は浦安市営自転車駐車場公式サイトから利用申請書をダウンロードするか、自転車駐車場などで申請書をお受け取りください。用紙申請は必要事項にご記入し、係員のいる自転車駐車場か目浜保管場所に直接ご提出いただくか、締め切り日までに公益財団法人浦安財団へ郵送してください。4月からの利用を希望する方の受付期間は1月31日までになっています。収容台数を超える申し込みがあった場合は抽選になりますのでご了承ください。結果は2月中旬頃に E メールまたは通知書にてお知らせします。詳しくは浦安市公式ホームページから駐輪場で検索し、利用の仕方をご覧ください。いかがでしたか、今回のこちら浦安情報局。こちら皆さん油断していませんか、電話で詐欺、親族を語りカバンや携帯電話をなくしただとか、お金が必要だとか、不審な電話にはお気をつけください。電話でお金に関した話が出たら詐欺を疑う、在宅中でも留守番電話機能を使って犯人と話をしない環境を作りましょう。さて次回のこちらは、早めの確定申告をなど、ご覧のラインナップでお送りします。それでは次回も中澤由美子と後藤遥でお送りします。また見てくださいね。さあ